参拝男子。本日参拝するのはビルが立ち並ぶ東京都千代田区富士見に鎮座する東京大神宮。伊勢神宮をはるか彼方から拝む遥拝殿として明治13年に創建、東京のお伊勢様と呼ばれています。東京大神宮には結びの働きを司るという造花の三神が祀られ、さらに神前結婚式を初めて行ったことから縁結びの御利益がある神社として知られています。本日の参拝男子は俳優宮城光大。毎週水曜深夜に放送中のドラマお茶の水ロックに出演中の宮城は、上京1年目からミュージカルテニスの王子様に抜擢されるなど、新世代を代表する俳優として活躍。3月からは舞台版お茶の水ロックの公演も控える宮城の叶えたい願いとは。じゃん、今年も素敵なお仕事と人たちに恵まれますように。宮城光大、すごく恵まれてたなって本当に思ってて、まあ、僕上京してから出会う先輩方はもちろん、スタッフの方々もすごく恵まれてて、何ですかね、幸せだなって思う毎日ですね今年はもっとたくさんの人にこの宮城光大という名前を知っていただきたいなと思って、そういう意味でも素敵な人たちに恵まれますようにということで、恵まれますようにというか、まあ出会いますようにということで、はい。東京大神宮様、宮城光大の願いをどうぞ叶えたまえ。中吉という